断食する釈迦の像スジャータは、釈迦が悟る直前に父が欲行し命を救ったという娘である。釈迦の苦行放棄のきっかけとなった。ブッダガヤにスジャータ村としてその名を残す。釈迦は六年にわたる生死の境を行き来するような激しい苦行を続けたが、苦行のみでは悟りを得ることができないと理解する。修行を中断し攻めやつしすぎた体を清めるため、 やっとの思いで付近の内乱ジャナー川に目浴をした。スジャータは、もし私が相当な家にと次ぎ、男子を産むことがあれば、毎年百千金の妻子を施しましょうとニグローダジュに祈った。その望みの通りになったため、妻子を行っていた。スジャータの下女は、プンナージュカに座していた釈迦を見て、子玉と思い、スジャータに知らせた。すると、スジャータは、 喜んでその場に赴いて、釈迦に供養した。釈迦は、スジャータから与えられた、父が湯を食して、ナイランジャナー側に沐浴した。なお、スッタニパータでは、スジャータは、この父が湯に、書店名を汁を加えていたと記している。心身共に回復した釈迦は、心を落ち着かせて、近隣の森の大きな菩提樹下に座し、ついに英知を極め悟りを得て、仏教が浄道した。 一般的に、釈迦がスジャータから父が湯の供養を得て、悟りを得た後に説法して、弟子となったのはゴビクであり、奪いができたのもその後と考えられるが、彼女を最初の奪いとする仏典もある。スジャータは古代インドの女性名で、良い追い立ち、蘇生を意味する。漢訳では、ヨシオ、ナンダ・バーラなど、ナンダとは、漢季、バーラとは、菩薩、 彼女の身辺は経典によって異なる。南伝仏典、ジャータカでは、ウルベーラ林のセーナーニー村のセーナーニー古児の娘とする、主要本義教科では、各名同士の次女とする、周元賀三角教六では、南名松らの次女とする、フッツ本業宗教二十五では、ヨシオ村の主の娘で、名前をヨシオとする。方向大総言教七では、ウルベーラジュラクの主、 各な八族の十女の末娘で、名前を吉男とする、広塩京教では、おさむしゃまんか村の長者の娘とする、因果教さんでは、僕牛女人で、彼女の名を、ナンダバーラという。フッツ行さんさんでは、僕牛長の長女、ナンダという。南伝、ブッダチャリタでは、彼女の名を、ノンデバーラとする。また、大乗の、大発熱反行では、 釈迦仏が涅槃する直前に最後に供養したチュンダと釈迦が上道する直前に供養したスジャータの両者は共に価値のある供養を成した人物と定めている。丸山勇、ブッダの旅、岩波書店、岩波新書、2007年4月20日、チャップット2、ISBN978 から40億431万723、現在のファルグ川、 ありがとうございます。